こんな感じですね。教材を無料で交換してくれるという制度があるので、それを初めて利用してみようと思います。ちょっと今まで使ったものの中でボロボロのものを集めてみようか。これがひどい。これだ。こういうところでボロボロに破れちゃってこうテープを貼ってます。こんな感じかな。4ちょっと見てみて。こんな感じですね。かなりもうなんかひどいことになっちゃってます。全部犯人は一緒ですよ。ファーミズワーズ1いきます。だーひどい。シワシワになっちゃってます。こんな感じでどうやったらこんな使い方ですかなるんでしょうか。それから一番ひどいんじゃないかなってものが、はあ、多分これですかね。せーの、ファイヤー。あのこのケースがね、ケースになってないですね。もう破かれてビリビリになってもうカードが入らないぐらいの状態になっちゃってます。これはもうね、横から開けるタイプです。ひどい。上からじゃなくて横からです。まあ、だいぶボロボロになってきたものがありますかね。こんな感じで折り目がついちゃってますね。折らなくていいです、わざわざ。それからもう一個も結構ひどいんだよね。こっちの方がひどい。ちょっとまあボロボロですかね。ボロボロでちょっとプレイメイト通すときに取りにくかったりすることもあります。犯人はせーの、いもあだ交換してもまたボロボロになるだろうなと思ったので、一回も結局今まで交換したことはありませんでした。あまりにもこんなひどいものとかもあるし、年末年始もせっかくあるので、綺麗にして新規一点来年から頑張りたいなと思って初めて出してみることにします。ぴったりね。はい。結果がどうなるか楽しみですね。続きを見たな。確か去年の、暮れの12月27日全部こう破れてる本を梱包して出したんですけど、それが届きました。1月8日に届いた。年末年始挟んでたので時間かかったんだと思うんですけれども、結構すぐ来たイメージです。もう年末年始うちはほぼ使ってなかったので、出して帰ってきたら、まあ、ほぼ届いたってくらいの感覚です。全然時間かからなかったイメージがありました。ということでちょっと開けてみたいと思います。はい、新品のがこうやって戻ってきました。最初の頃はすごい、あ、まだこれも開けてない、これも開けてないって感じだったんですけど、今となっては開けるのがすごい楽しみです。ピカピカしてますね、やっぱり新しいから。すごい綺麗で嬉しいです。あともう一個どこにある。この辺もスーツやってますね。嬉しい。そうだね。もう表のページもなんかめちゃくちゃだったのがもうすごい綺麗。ページを開くたびにこうツルツルしている。うわあ、綺麗になりましたね。で、ブック3冊とこのファーミズワーズとトークアログカードの一部ですね。
ナンバーズカードのこのケースもかなりひどかったのが、まあ本当新品同様に変わりました。あともう一つは追加で出してるやつなんですけど、ミッキーマジックペンの充電する USB ケーブルの差し込み部分がかなり潰れてたんですけれども、それも新しいものに今交換をしてもらいました。マジックペンの USB ケーブルですね。飛んでたのが今綺麗なんですけど、新鮮な気持ちになるのでいいなと思いました。ただ下の子が2歳なのでまだまだ教材をすぐ破ったり壊したりする可能性のある年齢なので、そんな頻繁にはこれを使ってもしょうがないのかなと思っていて、こういう年末年始とか時間がある時とかちょっと気分を一新したい時にこの制度をまた使えるといいかなと思いました。ありがたい制度だなと思いました。気分を新たにしてやっていきたいなと思います。保証交換制度のレビューでした。 Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye 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 bye.